固体撮像素子、固体撮像素子、固体撮像素子、英語、ソリッドステートイメージセンサーは、半導体チップの集積回路による、撮像素子、イメージセンサーである。従来の真空管の一種である、撮像素管に代わり、単結晶の半導体という、固体の内部で起きる現象を利用したものであることから、その名がある。様々な分類法があるが、一例を挙げれば、材料、素子、 電化の転送方式など半導体技術や電子工学の観点からの分類、操作方式や用途からの分類、などといった分類がある。最初に実用化された個体撮像素子は CCD イメージセンサで、画質も後発の CMOS イメージセンサを量和していたものの、製造には専用の生産ラインが必要なため、CMOS イメージセンサと比較して2から4倍くらい、高額だった。 既存の CMOS プロセスを流用して製造できる CMOS イメージセンサは CCD イメージセンサよりも消費電力も少なく原理的にスミアやブルーミングが発生しないという長所があり高速読み出しも可能で論理回路を同一製造プロセスで組み込めることから画像処理回路をオンチップ化して画像認識デバイス等栄用が進み現在では CCD と比較して劣っていた画質も改善して上回る製品もある。いわゆる半導体プロセス等の技術的方式からの分類である。現在、個体撮像素子の主流は CCD イメージセンサと CMOS イメージセンサである。いずれも光を検出して電荷を発生させるフォトダイオードを光電変換素子に使用するが、その構造の違いによる最も大きな特徴は、 変換された電荷の転送方式が異なることである。CCD は隣同士で並んでいるセルに順番に電荷を受け渡すことで順次データを読み出すシーケンシャルアクセス方式のデバイスであるのに対し CMOS センサはメモリチップのようにロードカムで直接データを読み出すランダムアクセス方式のデバイスであることである。 構造の違いなどによる両者の主な特徴をまとめると次のようになる。放送用テレビカメラでは、撮像時の色分解にダイクロイックプリズムが使用されるが、この方法は小型化が困難なため、一般向けのビデオカメラやデジタルカメラの撮像素子では、ワイヤーフィルター用にモザイク状のカラーフィルターを配置する方法が取られている。ただし、この方式では、 光の利用効率が悪く、画質の面でも劣るため、これを改善する手がてとして、有機光電変換膜、オーギャニックフォートエレクトリックコンバージョンレイヤー、アップックレイヤーを、撮像素子に利用する方法が研究されてきた。RGB 各色に反応する、有機膜を3層に重ねて使用するが、対象とする色以外の光は透過するため、光の変換効率が良い。この方式の実用化には、 量子効率のさらなる向上や製造上の課題が残っている。リニアイメージセンサ、1次元イメージセンサ、ラインイメージセンサとエリアイメージセンサ、2次元イメージセンサに分類できる。前者が用いられている例にはファクシミリや副写機、イメージスキャナなどがあり、後者の例としてはビデオカメラやデジタルスチルカメラなどがある。リニアイメージセンサは 撮像素子を一列に配置したもので、広がりを持つ領域を撮像するには、対象物、文書などをセンサ列と直角方向に操作、スキャンする必要がある。対象物を移動させながら、ライン単位で撮影することで、一方向からでは全体を捉えられない、立体物を撮影する。例えば、円筒状の対象を回転させながら、撮影などの応用が可能である。また、エリアイメージセンサよりも、 高分解能を持つという特徴を生かし、ファックスなどの民生機器以外に変異センサや医療分野のスキャン装置にも応用されている。対象物自体が任意に動き回る場合の撮影には向かない。以上は操作を前提とした応用であるが、一次元の情報のみで十分なため操作等をせず固定で利用される場合もある。銀塩カメラ時代の利用例として、 オートフォーカスシステムの相関検出用に画面中央部の横一列のパターンを取得するために使用していた。エリアイメージセンサは一般にデジタルカメラやビデオカメラで対応されている。フォトダイオードを二次元に配列したもので一度に一、画面全体のイメージを光電変換することができ、静止画や動画などの映像を撮影するのに用いられる。イメージセンサには 通常の映像用イメージセンサの他に、赤外線の撮像に特化したものもある。赤外線イメージセンサは、霧が出ているような天候や暗夜に強いため、防衛分野や監視用カメラに利用されている。赤外線域に感度があり、狭いバンドギャップを持つフォトトランジスタを使用するタイプの、赤外線イメージセンサは高感度で、分解能に優れるが、ノイズを減らすために冷却装置を必要とする。 この種類の赤外線イメージセンサを、量子型、または冷却の必要性から冷却型と呼ぶ。一方、冷却を必要としない、非冷却型と呼ばれる、赤外線イメージセンサも存在する。非冷却型イメージセンサには、温度の変化を検出するための省電素子や熱伝体、ボロメータが使用される。温度の変化を捉えて撮像することから、前述の量子型に対して、 熱計とも呼ばれる。比例客型は近年の微細加工技術の進展により実用化された。画質は一般的には量子型の方が優れている。X 線写真の撮影を目的としてフラットパネルディテクターが使用される。X 線を硫酸ガドリニウムや溶化セシウムなどの蛍光体、シンチレータを入射した X 線で冷気して発生した光をホトダイオドで 電気信号に変換する間接変換方式と直接電気信号に変換する直接変換方式があり、どちらも原理的には CMOS イメージセンサーと共通する点があり、TFT 液晶で培われた製造技術が応用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。